皆さんこんにちは、松江です。僕はなんかヤフーのサイトとかで、なんか皆さんそういうサイトとか開いてたら、たまに広告とかで、なんかあそこをでかくするサプリメントの紹介とか、なんかそういうのがめっちゃ出てくるんですよ。では、男の自信と言ったらやっぱり、体と、チンコなんです。ということで、やっぱり俺もね、あそこが大きくなりたい。それは男のみんな、誰しもがまあ思ってることなんですよ。で、なんかそういうのを調べていくうちに、サプリメントでなんか一番効果が出るというか、なんか最強のサプリメントみたいなのがあるそうなんで、で僕は実際それを購入したんです。値段が1万超え。バリ高い。バリ高い。1万円あったら何ができる？こんな薬みたいな。こんなチビのため。1万円出す。何ができるこれ。それほどやっぱりあそこの大きさっていうものはもう大事になってくるんです。あそこが大きければ何でもできる。ということで、それを購入したので、今日は紹介していきたいなと思います。ベトリンママックス。まあこの商品は絶対にヒカキン様は紹介しないと思うんで、僕がヒカキン様流に紹介したいなと思います。はい。こちらはですね、あそこにね、まあ、自信がない方とか、やっぱり夜の営みとかが、やっぱり不安な方とかに、やっぱりこういう商品とかがおすすめできるんですよ。緊張する。緊張する。それでは、こちらを開けていきたいなと思います。よっしょ。おー。おー、まあ、匂いはそんなにしない。はい。こちら、ペトリンマックスの、飲み方なんですけど、まあ、朝と晩とやっぱり分けて、一錠ずつ、飲むのがいいみたいですね。この口コミとかも、まあ、聞く限り、まあ、聞く人と聞かない人、まあ、それはやっぱり体質によって分かれると思うんで、まあ、その辺はね、仕方がないですね。で、僕は、一応2個買いました。はい。なんでこっちがこれがないかというと、ちょっと親にバレたらめんどくさそうなんで、剥がしちゃうんですけど、若干見えるんですよね。はい、ではこちらの中身を今から紹介していきたいなと思います。はい、こちら、お、はい、出てきました。こちら白いカプセルとなっております。まあ、こちらにね、まあこんな風に中に入ってるんで、こちらはまあ1日2錠飲む感じですね。はい、まあこんな感じなんですけど、これ多分2ヶ月分ぐらいあるんですよ。2ヶ月間ちょっと飲んで、まあ、自分のあそこがどれぐらい大きくなったかっていうのを、2ヶ月後にはもう一回動画を出そうかなと思います。で、今のまあ僕のペニスの長さは、ざっと14センチくらいですね。まあ、効果によると3センチぐらい大きくなるっていう、まあそういう効果が出てるんで、楽しみにね、期待しながら飲んでいこうかなと思いますね。まあ、早速ここで、1錠飲んでいこうかなと思います。皆さん薬を飲むときはちゃんと水とかね、飲みましょう。はい、誰やねん。はい、いきます。はい、飲みました。カプセルが結構でかいっす。はい、今から、これを2ヶ月間続けていこうかなと思います。けど何か体調の異変等が感じたら、まあちょっと中止いたしますんで、その辺はよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。